こんにちは、ブルーホースです。今日は心理学の話なんですけれども、中でも創造性を上げていく、要は新しいアイデアを作り出したりとか、新しい発想を生むっていうような、そんなですね、能力を上げていく、あるいは今現在地自分がどんなもんなのかっていうのを測っていくですね、そんな動画を上げてまいります。なぞなぞを使っていきたいと思います。はい、今日はちょっとボリューム多いですよ。で、創造性を上げるための方法っていろいろあると思うんですよね。いろいろある中で一つ面白い実験があって、なぞなぞがいいんじゃないかっていうのが言われた実験があるんですよ。で、人間っていうのは結構疲れている時の方が他のことも何も考えられないから、ふとした拍子に創造性が高まるなんていう風に言われたりするんですね。だから謎を解こう解こう解こう、シュン、ピキン、何かがひらめいたっていうような感じなんですよ。で、謎々が得意な人っていうのは創造性が高いかもという風にも言われていますので、というわけで今回はその何かの実験結果を提供するというよりは、皆さんの頭を働かせてみようということで、創造性レベルを測っていきましょう。ちなみに解ける問題数が多くて、かつ解くまでのスピードが高いって書いてます。これ早いですね。早いほどあなたの創造性は早いということになります。というわけで早速今日はね、いろいろとチャレンジしてもらえたら嬉しいです。はい、で、今回全28問を用意いたしました。で、これ何問解けたらいいとか悪いとかっていうものはなくて、何問解けたかっていう、結果だけ見てね、創造性が高いかなっていうのを実感してもらえるといいかなというふうに思います。で、ちなみに、質問が多いので、回答のみ出して、なぜそうなるのかっていうのは、解説に関してはね、省略もしくは簡単にさせてもらいます。で、考える際には、その僕がいろいろ読み上げていく中で、その場で解けたらそのまま進めてもらえたらいいんですけど、解けなかったっていう場合に関しては動画をですね、止めて考えてみていただけたらいいかなと思います。ということで、早速やってまいりましょう。28問多いのでね、サクサクってやっていきます。第1問、でれん。スミス一家。はい。スミス夫妻には7人の娘がいます。7人の娘にはそれぞれ弟が1人います。スミス家には男性は何人いるでしょうか？答えは、2人ですね。はい。当然、お父さんと、それから、7人の娘たちっていうのは、長女から、7女までいて、その全体に1人、弟がいるだけということなので、弟は1人ということで、2人という結果です。はい。続いて第2問。睡蓮ですね。睡蓮は、24時間ごとに倍に増えます。夏の初めには湖に1つの睡蓮しかありませんでした。睡蓮が湖全体を覆い尽くすまで60日かかりました。湖の半分を埋め尽くすまでかかった日数は、はい、答えは59日ですね。60日で全体であれば、その1日前が半分だからですよね。はい。では続いて第3問、靴下です。タンスに黒い靴下と茶色の靴下があります。で、靴下の量の比率は黒4、茶色5です。で、タンスから同じペアの靴下を取り出すためには、最高で何回靴下を取り出す必要があるでしょうか？はい、正解は3回ということです。続いて第4問いきましょう。目ですね。はい、とある人が動物園に行った際にキリンとダチョウを見ました。それぞれの目と足の数を足し合わせると、目は30、足は44でした。では見た動物の総数は何頭&何羽でしょう。はい、答えは15ですね。目は当然どちらも2つなんで、単純に割る2したら、30割る2をしたら15ですよね。はい、足は関係ないと。
で続いて馬です。答えすいません、今ちらっと見えてましたね。気のせい気のせい、見ちゃダメ、気のせい気のせい。はい、ある男が馬を60ドルで買って70ドルで売りました。その後80ドルで馬を買い戻して再び90ドルで売りました。この売買で男はいくら儲けましたか、それとも損をしましたか。はい、ごめんなさいね、ちょっと答えを隠すの忘れてましたね。はい、正解は20ドル得をしました。これは単純に70ドル足す90ドル、売った数引く買った時の数60引く80の160引く140の20ドルということですね。はい、では続いてカエルという問題です。カエルが32メートルの深さの井戸に落ちました。1日に2メートルジャンプして1メートル落ちます。カエルが井戸から抜け出すためには何日かかるでしょうか。はい、答えは31日ですね。はい、では続いて7番いきましょう。7番地球です。地球の重さは 5.9724×1024kg と推定されています。で、私の手元に 1×1024kg のコンクリートと壁を作ったとしたら、地球の重さは合計で何キロになるでしょうか。正解は 5.9724×1024kg ですね。はい、では続きまして当てはまる数字8番ですね。はい、以下の数列の最後に当てはまる数字は2、4、6、33、32、34、36、40、42、44、46、50、52、54、56、60、62、64、66の次は何でしょう。これちょっと難しいと思います。はい、では答えはですね、2000です。全部を英語に直してみてください。で、60の次に E が含まれない数字っていうのは2000なんですね。はい、だから1とか3とか5とか、それから7、8、9にはそれぞれ E が含まれているということなんですね。はい、では続いて9番質屋ですね。ある男が3ドルの電車代を払おうとしたんですが、財布には2ドルしか入ってなかったんですね。で、彼は質屋に行って2ドルを渡して 1.5 ドルを手に入れました。で、その後彼は友人に質札というものを 1.5 ドルで売って、まあ、無事に3ドルの電車代を払うことができました。余分な金を払ったのは誰でしょう。正解は友人ですね。はい、なんで友人が払ってんだってことですよね。続いて10番受刑者。はい、塔の上に監禁された受刑者が脱出を試みました。彼は独房内でロープを見つけたんですが、そのロープは残念ながら地面までの半分の長さしかありませんでした。そこで彼はロープを半分に切って2本になったロープを結んで脱出をしました。どうやったでしょうか。正解はロープを縦に切って結んだということですね。縦に切ったらね、単純に2倍になりますからね。まあでもちぎれて落ちんじゃないかなと思うんですけどね。まあそれはいいとして、続いて11番です。はい、75mm×125mm のカードがあります。このカードを切って穴を作って自分の頭を通すためにはどんな作り方をしたらよろしいでしょうか。正解は
カードの中央から2本の渦巻きができるように切る。これね、ちょっとなんか再現みたいなんでお見せできたらいいんですけど、ちょっと難しいので皆さん自身でやってみてください。はい、続きまして砂山12番ですね。子供がビーチで6つの砂山を作って遊んでいます。別の場所では3つの砂山を作りました。砂山は合わせていくつでしょうか。正解は1つです。はい、ちょっとこれイラッとする問題ですけどね、考えればわかると思います。では続いて子供という13番の問題ですね。はい、ジョアン、ダナ、サンディという3人の女性がいます。彼女たちにはサム、トライシー、デビットという3人の子供がいます。サナはダナの息子と遊ぶのが好きで、サンディは時々ジョアンの子供たちの世話をします。じゃあトレイシーの母親は誰でしょう。正解はジョアンです。はい、では続きまして14番ですね。ダンス。はい、3組のカップルがパーティーに参加しました。3人の女性はそれぞれ赤、緑、青のドレスを着ていて、3人の男性もまた赤、緑、青のスーツを着ていました。ダンスが始まると赤スーツの男性は青ドレスの女性とダンスを始めました。それを見ていた参加者が次のように言いました。あの3組のカップルは誰も同じ色の服装の相手とペアじゃないの。この時赤いドレスの女性と踊っている男性は何色のスーツを着ているでしょうか。正解は緑です。はい、組み合わせをね当てはめていったらわかると思います。で続いてフラッシュです。フラッシュという名前の伝説のランナーがいます。周囲の噂では彼は光より速く動ける、部屋の照明のスイッチをオフにした後まだ部屋が明るいうちにベッドに潜ることができるんだとのこと。ある日彼はその噂を実際にやってのけました。何ってとこですね。しかしもちろん彼は光より速く動くことなんかはできません。どうやってやったんでしょうか。正解は日中に行った。はい、では続いて16番やっていきましょう。スコットさんですね。スコットは雨の中散歩に出かけました。傘を持たず帽子もかぶってなかったんですね。ですから当然服はずぶ濡れになったんですけど、なぜか髪の毛は濡れなかったんですね。え、なぜ。正解はハゲだったから。なんか悲しい答えですね。はい、では続いて17番、発明です。古代に生まれたもので、今でも使われている、そして壁の向こう側を透かして見ることができる、そんな発明品は一体何でしょうか。これなんかまさにクリエイティビティを上げてくれるような質問ですよね。正解は、窓ですね。はい。で続いて18番、自殺という問題です。ある刑事が医師の自殺現場を調査した。医師は机の上に突っ伏して頭の周りは血まみれ、医師の右のこめかみには銃痕があって、至近距離から頭を撃ち抜かれたみたいだ。机の上には遺書があり、医師の右手にはペンが握られていた。医師の死亡推定時刻は1時間前。この状況を見た刑事は他殺だと断定した。なぜ。
正解は、頭を打ち抜いた後にペンを持つことはできないからですね。まあ、突っ込みどころは、1時間後にすぐに駆けつける警察ですけどね、犯人逃げ切れたんでしょうか。はい。で、続いて19番、手品です。ある手品師が言いました。ピンポン玉を投げると少し進んでから自動的に戻ってくるんだよ。壁に当てた反動を利用するわけでもなく、坂を転がすわけでもないし、糸に繋がってもないよ。手品師はどうやってピンポン玉を戻したんでしょうか。正解は上に投げます。はい。さあ、いよいよ20問目ですね。超能力。はい。有名な超能力者はどんな野球の試合でもゲームが始まる前にスコアを言い当てられます。どうやってるでしょうか。ゲームが始まる前のスコアですね。はい。正解は、ゲーム開始時のスコアを0対0という、当たり前ですよね。はい。で、続きまして釣りです。21問目。2人の母と2人の娘が釣りをしていました。彼女らは大きな魚と小さな魚と太った魚を釣り上げました。魚は3匹しかいないんですが、彼女たちはそれぞれ1匹ずつ釣り上げることができました。なぜ。正解は、女性は3人だからですね。こう組み合わせは祖母、母親、娘さんです。続いて22問。教授。ある教授は高齢になるにつれて認知症が進行しました。ある日、彼は他の車が止まっていく中、赤信号を進んでいって、一方通行の道路も逆に入っていったんですね。で、その一部始終っていうのを見ていた警官っていうのは、彼を止めることはしなかったんですよ。なぜ。正解は、徒歩だからですね。はい。まあ、徒歩だから赤信号進んじゃダメな気がするんですけど、多分、その、歩車分離式だったね。車と歩行者が別々だったんでしょうね。はい。で、続いて窓拭き、23問目ですね。清掃人が高い建物の窓を拭いていたところ、20メートルのはしごから足を滑らせてしまって、コンクリートの歩道に叩きつけられちゃいました。しかし奇跡的に彼は怪我一つありませんでした。なぜ。あ、先に言っちゃいましたね。正解は、はしごの1段目から落ちたからですね。はい。で、続いて24問目、商品です。ある商品は、使っている本人が、その商品を使っていることがわからないものです。さて、この商品とは一体どんな商品？正解は、棺桶です。はい。死んでるからわかんないですよね。さあ、残り4問。続いて、手術です。ある親子が自動車事故に遭いました。父は近所の病院に送られ、息子は別の病院に送られました。息子の担当医は彼を見るなりこう言いました。私には彼を手術することはできません。彼は私の息子なので失敗が怖い。どういうこと。まあ、これも答え書いてるんですよね。実は医者が母親だからですよね。はい。まあ、身内をね、手術するって怖いですからね、それはね。明かり、26問いきましょう。ある寒い夜、森の中で道に迷った男性が、打ち捨てられたキャビンを見つけました。キャビンの中には、灯油とランタンと、ろうそくと暖炉の薪がありました。しかし彼はマッチを1本しか持っていませんでした。最初に火をつけるべきはどれでしょう。正解はマッチ。はい。ねえ、よ
4つの選択肢から考えた方にとっては、ああがないんで、ちょっとムカつく問題かもしれないですね。続いて27問目、植樹です。ある庭師が4本の木を植えるように指示されました。この時、それぞれの木はすべて、お互いが同じ距離になるような感覚で植えなければなりません。どうすればいいでしょうか？正解は、四角い囲いを置いて各角に植えるということです。これちょっとね、答え見てんって思ったんですけどね。じゃあ、直線というか、その、なんだろう、対角で結ばれてる同士はならないですよね。うん、これなんか違うと思うんですけどね、回答としては。皆さんどう思います？はい。で、続いて28問、ラストですね。やっていきましょう。 Z 以下のアルファベットのグループ分けのうち、 Z はどちらに入るでしょうか。1つ目が A、E、F、H、I、K、L、M、N、T、V、W、X、Y。 そして2つ目が B、C、D、J、O、P、Q、R、S、U。 なぜかも一緒に答えてみてください。正解は1のグループですね。1のグループは直線で、2のグループは曲線なんですね。で、Z っていうのは直線でできているアルファベットですので、1に入るということでした。はい。では、28問中ね、何問正解することができましたでしょうか。で、正解数が多いほど、それから解くまでのスピードが速いほど、皆さんの創造性は高いということです。まあ、これはね、日常の中でどれだけ謎があるかっていうことを、ぜひね、まあ、いろいろとこう、頭を動かす訓練をしていっていく方が、創造性が高まるという例でしたので、ぜひですね、また、いろんなところに疑問を持って、回答を自分なりに導いてみてください。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。